こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日は何の話をしてくれるの？今日は義勇の首切り天使と呼ばれた、シャルロット・コルデイについて解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。シャルロット・コルデイはフランス革命の最中、対立派閥の重鎮、ジャン・ポール・マラーを刺し殺した罪で死刑宣告を受け、有名な処刑人のシャルル・アンリ・サンソンに、25歳で処刑された。シャルル・アンリ・サンソンはマリー・アントワネットを処刑した人物ね。他にも有名な著名人の処刑のほとんどに関わったんだぜ。シャルロット・コルデイは恐怖政治に対して一人で立ち上がり、異を唱えたその姿と美貌から、暗殺の天使と呼ばれるようになったんだ。すごい呼び名ね。自分で考えたのかしら？この呼び名はフランスの詩人であるアルフォンス・ド・ラ・マルティーヌが考えたんだ。確かにこんな呼び名は詩人にしか考えられないかも。では、どうしてシャルロットが暗殺の天使と呼ばれるようになったのか。彼女の生涯を紹介していこう。シャルロットは1768年、三大古典詩人の一人、ピエール・コルネイユの子孫の下級貴族の娘として、フランスのノルマンディーで生まれた。貴族出身だったのね。少し意外だわ。まあ、貴族といっても父親は長男ではなかったので、遺産相続権がなく、貧しい生活を送っていたんだぜ。狭い土地を耕して生きるのに精一杯だったようだ。そんな中、シャルロットは13歳の時に母親と死別してしまい、修道院に入れられることになる。当時は貴族の家の娘は結婚するために、修道院で教養を身につけるのが一般的だったのよね。ああ。だが、シャルロットは少し事情が違う。コルデイ家は農民のような暮らしをしていた貴族だ。結婚する時に必要な持参金なんて用意できるはずがない。じゃあシャルロットは結婚のために修道院に入れられたわけではないのね。シャルロットが修道院に入れられたのは、経済的な負担を減らす口減らしのようなものだった。ならシャルロットはシスターとして一生を過ごす予定だったの？ああ。だがシャルロットが20代前半の頃、フランスを揺るがす動乱が起こる。フランス革命でしょ。その通りだ。1789年にフランス革命が起きて、それは修道院も飲み込むこととなった。修道院が国有財産とみなされて、革命政府により、閉鎖されてしまったんだぜ。シスターとして過ごす予定だったのに生活が台無しになってしまったのね。修道院から追い出されたシャルロットは、カーンという街で暮らしていたおばの家に身を寄せた。ちなみにカーンで過ごすシャルロットの絵が残されているんだぜ。へえ、シスターのような格好をして何の本を読んでいるのかしら。何の本かはわからないが、シャルロットは物静かな性格だったようだ。修道院にいた頃もジャン・ジャック・ルソーや、ボルテールなどの啓蒙思想を好んでいた。だからこの絵で彼女が読んでいる本も啓蒙思想の本ではないかと言われているぜ。マリサ、啓蒙思想って何？簡単に言うと、中世のカトリック教会の教義に縛られた思想や学問や社会などを、近代科学や近代哲学の思想で打破し、合理的になろうという感じのものだ。これは17世紀後半にイギリスで生まれた思想なんだぜ。当時のヨーロッパではこの思想がプラスとなり、いち早く近代化を招く結果となった。なるほどね。じゃあ現代で科学や理論が重要視されるようになったのは、その啓蒙思想のおかげかしら？そうだな。だが、この啓蒙思想は近代化していない社会を、野蛮で未開な啓蒙すべき対象として考えることにつながったんだ。ヨーロッパが世界中で植民地支配を推し進めるようになったのは、啓蒙思想があったからだと言われているぜ。プラスなだけじゃないのね。そうだな。とにかくこの思想がフランス革命に大きな影響を与えたのは事実だ。それなら啓蒙思想の本をよく読んでいたシャルロットが、フランス革命に興味を持つのは当然ね。だからシャルロットはフランス革命に傾倒していくんだが、1793年のパリの革命政府ではとある問題が起きていたんだぜ。どんな問題が起きていたのかしら？革命政府には様々な思想の持ち主が集まっていた。つまり革命政府も一枚岩じゃなかったのね。ああ、王政を打ち倒して国民議会を作るなどの改革を進めたのは良かったんだが、革命政府内で意見の食い違いが生まれ、ジャコバン派とジロンド派の二大勢力で、争いを繰り広げるようになったんだ。この二つはそれぞれどのような意見を持っていたのかしら？ジャコバン派は過激派で、改革の断行には恐怖政治を敷くのも辞さない。政敵を処刑し、貴族は公私刑にして見せ物にするんだぜ。対してジロンド派は穏健派だった。自由を尊んで、ジャコバン派の過激な改革行動に反対し、ルイ16世の処刑にも異を唱えた派閥だぜ。私はジロンド派がいいわ。そうだな。だが、当時のフランスはジャコバン派が中産貴族やパリの労働者からの支持を集めており、ジロンド派は農村部で人気があるという状況だったんだ。ちなみにシャルロットはどちらを支持していたの？
シャルロットは農村出身だったこともあり、ジロンド派を支持していたぜ。だったら過激な行動を取るジャコバン派に反感を覚えていてもおかしくないわね。霊夢の言う通りだ。反感を覚えていたというより、ジャコバン派を毛嫌いしていたんだぜ。ある食事の席では、国王陛下に乾杯、と言われた際に乾杯を拒否して、同席した人と口論になっているくらいだ。へえ、かなり強い意志じゃない。しかしシャルロットの支持も虚しく、ジロンド派の度重なる失策によって、国民の支持を失い、ジャコバン派によって国会を追放されてしまった。こうして革命政府の主導権をジャコバン派が握ったことにより、毎日革命政府による処刑が行われるようになった。ジロンド派が負けてしまったのは痛いわね。ああ、革命政府の不満を口にしたら即座にギロチン台送りとされてしまうんだぜ。怖すぎるわ。言論の自由がないじゃない。国民たちは常に政府に怯える日々を送らなければいけなくなってしまった。そんな生活絶対に嫌よ。そして国会を追放されたジロンド派の議員が、シャルロットのいるカーンに逃げてくる。そうして死の天使が生まれたのね。ジロンド派の議員たちはカーンを拠点にし、市民たちにこう呼びかけた。ジャコバン派が主導権を握るパリに進撃するため、義勇兵を募る、とな。シャルロットも義勇兵になったのかしら？いや、シャルロットは義勇兵にはならなかったぜ。集まった義勇兵は30人ほどだったしな。あら、私の想像よりはるかに少なかったわ。しかし、これによってシャルロットの考えに大きな変化が起きた。もしかして自分がジャコバン派を倒そうと考えたの？その通りだ。シャルロットは義勇兵の集まりを見たわずか2日後にパリ行きの馬車に乗り込んで、プロビダンスホテルに潜伏するんだ。すごいわ。ジロンド派を守るという使命感が芽生えたのね。シャルロットがパリに来たのはジロンド派を国会から追放した張本人、ジャイ・ポール・マラーの暗殺のためだった。だが、マラーはすでに議員を辞職していてただの市民になっていたんだ。え？ただの市民になっていたの？むしろ、人民の友、という新聞を発行したジャーナリストとして、パリの人々から愛されていたんだぜ。ということは、シャルロットが暗殺するべきなのは、マラーではないんじゃないのかしら？冷静に考えるとそうなんだが、シャルロットは一度決めたら考えを曲げない性格でもあり、マラーの良い評判を聞いてもその決意は全く揺らがなかったんだ。というか、マラーはジャコバン派の中枢にいた人間ですらなかったんだぜ。暗殺する理由がどんどんなくなっていくわね。ああ、ジャコバン派の中枢にいたのは、マラーではなく、ロベスピエールという人物だ。それなら、マラーではなくロベスピエールを狙うべきじゃないかしら？霊夢の言う通りだ。なぜシャルロットはマラーを暗殺する計画を立てたのかというと、シャルロットの勘違いが原因だったんだぜ。どうしてシャルロットが勘違いしたのかというと、カーンに逃げてきたジロンド派が頻繁に口にしていた人物が、ロベスピエールではなく、マラーだったせいなんだぜ。それで諸悪の根源がマラーだと勘違いしたのね。ああ。そしてシャルロットはコンドリエ街30番地のマラーの家に向かったんだが、この時マラーは持病の慢性皮膚病が悪化していて、一日中入浴して療養するという生活を送っていた。それで議員を辞職したのかしら？その通りだ。こうしてシャルロットはマラーの妻シモーヌに追い返されてしまう。追い返されたシャルロットはホテルに戻って次の策を練った。思いついたのは一通の手紙を書くことだ。その手紙にはどんなことが書かれていたの？カーンでジロンド派が陰謀を企んでいる。私はジロンド派から迫害されてパリまで来たので、どうか助けてほしい、という内容だった。ジャコバン派のふりをして助けを求めたのね。だが、シャルロットは手紙に自分の滞在先のホテルの住所を書き忘れてしまったため、マラーから返事が来ることはなかった。痛恨のミスだわ。返事が来ないことでシャルロットは再度マラーの家を訪れ、前回と同様にシモーヌと押し問答をしているとマラーが現れ、部屋に通してくれた。シャルロットがマラーに通された部屋はリビングではなく浴室だった。一日中浴室にいるんだから当然だわ。ああ、持病が治らないから、湯船に浸かりながら仕事をしていたくらいなんだぜ。すごい根性ね。私ならくじけてしまうわよ。マラーは20歳前後の女の子が、自分を暗殺しようとしているとは思いもしなかった。だから無防備状態になる浴室にシャルロットを通してしまったんだ。浴室なら裸で身を守る術がないわね。シャルロットはマラーにジロンド派の議員の名前を告げて、マラーに包丁を振り下ろした。包丁はマラーの肋骨の隙間を貫通し、肺動脈を切り裂いたぜ。想像するだけで悶絶するわ。シャルロットはその場にいたマラーの支持者に取り押さえられて即座に逮捕される。そしてすぐにアベイ牢獄に収監されて尋問を受けることとなった。シャルロットは処刑されることを予測していて、ホテルには遺書を残していたようだ。捕まることは想定内だったのね。逮捕から4日後、
革命政府によって裁判が開かれたんだが、そこに現れたシャルロットの美貌と声に人々は魅了されてしまったんだ。天使と言われるくらいだから、相当整った容姿をしているのかしら？ああ、シャルロットは、天使という呼び名にふさわしい容姿をしていたんだぜ。裁判官はシャルロットに、なぜみんなから敬愛されていたマラーを殺したのかと問いかけた。この問いに対して、シャルロットは、私に優しくしようが、他の人には悪魔だった、と答えたんだ。裁判になっても自分の考えを曲げなかったのね。裁判官はマラー暗殺がシャルロット単独の犯行だと信じられなかったので、ジロンド派との関係を尋問したが、シャルロットは自分一人の犯行だと裁判官の考えを否定する。シャルロットは、私一人の死で10万人のフランス国民が救えるのだから、死を恐れない、と、潔く言い切ったんだぜ。そう答えるシャルロットだから公正で人気者になったのかしらね。そうかもな。シャルロットは言い逃れをせずに自分の罪を認めたので、要人殺害の罪で死刑判決を受けた。25歳で死刑にされるなんて。当時の死刑囚は死刑前に一つだけ希望を述べることが許されていた。多くの死刑囚は神父への懺悔を希望するんだが。他のことを望んだの？なんとシャルロットは自分の肖像画を描いてもらうのを望んだんだぜ。どうして肖像画を描いてもらうことを最後に望んだのかしら？それは今もわかっていないが、この選択で後世に名が残ったのは事実だ。この肖像画はどこに飾られているの？ベルサイユ宮殿の美術館で展示されているぜ。興味がある人は行ってみてくれ。いいことを聞いたわ。観光の際は訪れてみようかしら。シャルロットの処刑当日、彼女の元に処刑人のシャルル・アンリ・サンソンがやってきた。シャルルはフランス革命の時代に生きたもんね。ああ、だからシャルロットもシャルルによって処刑されたんだぜ。シャルルはシャルロットを処刑場へ案内する際、シャルロットの手を後ろ手に縛ろうとすると、シャルロットに手に傷がつかないように手袋をしてもいいかと尋ねられた。これは逮捕された時にきつく縛られたことが嫌だったからのようだ。これに対してシャルルは、私は優しく縛るから心配いりませんよ、と伝えた。それを聞いたシャルロットは安心したように手袋を脱ぎ、両手を差し出したんだぜ。これから処刑される人と処刑する人のやりとりとは思えないほど穏やかじゃない。ちなみにシャルロットが最後にシャルルに水くろいをしてもらう時の絵も残されている。処刑人なのに優しいわね。牢獄から処刑場に向かう護送車に乗せられた時も、シャルロットの毅然とした態度は変わらなかったぜ。その時のシャルロットの様子を見たシャルルは、彼女を見つめれば見つめるほど一層強く引きつけられた。彼女は確かに美しかったが、それは見た目の美しさだけのせいではなく、最後まで毅然とした振る舞いだったからだ。どうしてそのような振る舞いができるのか、私には到底理解できなかった、と語ったんだ。シャルロットはたくさんの人間を処刑してきたシャルルに、強い印象を残したのね。シャルロットがギロチン台に登った時、その視線は遥か遠くを見つめているようで、見物に来た多くの男性がその美しさに見惚れ、多くの人々が涙を流したと言われている。そんな美しい女性が25歳という若さで処刑されるのは切ないわ。人を殺しているから仕方ない。処刑が終わってシャルルの弟子が落ちた首を持ち上げてほっぺにビンタした。これは処刑後の慣習であり、見慣れた光景なんだが、民衆はビンタした助手の行為に憤慨して抗議し、シャルルはその弟子を解雇せざるを得なくなったんだ。普段の処刑とはわけが違ったのね。でも、これでフランスは平和になったんじゃないかしら？いや、むしろジャコバン派はマラー暗殺がジロンド派の陰謀だったとみなして、ジロンド派の弾圧を強めたんだぜ。シャルロットの思惑とは全く真逆だわ。ああ、ジロンド派議員は次々と処刑されてしまい、フランスをさらに地獄の底に叩き落としたぜ。もともと思い込みから始まった暗殺だもんね。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。